中津明神山は四国山地西部に属する山である。中津山あるいは明神山とも呼ばれ、国土地理院の地形図には中津山と表記されている。麓の中津の神様が三名の由来であるとされている。中津明神山から連なる両線中央遠方には石槌山を望む四国百名山に選定されており、二淀川を挟んで、 大川霊と対峙し膨大な産業を呈している。登り口には中津渓谷があり、中津渓谷県立自然公園に指定されている。5キロメートルほど県道を進むと、中津渓谷キャンプ場がある。山腹はブナ及び水ならなどの雑木林に覆われる。中腹にはかつてスキー場として開発された広場があり、2017年、現在は、 阿ガはスカイパークとして、エアロスポーツの着陸場になっている。高度1300メートル付近を過ぎると、森林限界を超え、一面の笹原となり、大船密伐辻や、小筑羽内木などの低木が見られる。山頂手前より、稜線に沿って登山道が整備されており、オフロードカーや、m t b などを楽しむことができる。また、パラグライダーの離陸場も整備されている。 山頂には、祠があり、一等三角点、中津明神山が設置されている。また国土交通省の雨量観測所があり、大型のレーダードームが設置されている。山頂からは間近に、大川霊、石槌山脈、天狗高原、鳥形山及び大野が、原、さらに、剣山地など、四国山地の主な山々を望む。 高知県道363号中津公園線が山頂まで通じており、京路ではあるが、自動車で山頂まで登ることができる。愛媛県側の稲村及び中津からは、古くからの登山道がある。ありがとうございます。